皆さんこんにちは、マンダリケルフィッシュです。では今回は新ギレンド野望 V 作戦禁止プレイ続きをやっていきたいと思います。今18ターンまで来てます。前回までご紹介してきた通りですね、 V 作戦を禁止した場合21ターン目で初めて北京の攻略作戦が発動できるようになりますので、あと3ターン我慢するというところですね。戦闘の方はですね、ジャブローをここに侵入させないようにずらっと周りを固めています。中身はですねちょっと少なめにしてますね。部隊自体はご覧のような陣容になっています。その分前回の北京攻略失敗の反省を生かしてですね、北京攻略部隊をご覧のように少し多めにしています。18ターン目になってますので部隊をね、北京に向けて進発させたというところです。で周りはマドラスが攻略されないようにしっかり固めています。で前回と違うところもう一つありまして、ジャブローに配備していたビッグドレー、これをですね今回はマドラスに配備して、マドラスから陸路北京をね、目指してもらおうという二段構えの作戦を考えています。では早速続きをプレイしていきましょう。前回は北京攻略ね、残念ながら失敗してしまったんですが、今回はなんとかこれうまくね成功させていきたいなというふうに思っています。で前回との、違いで言うとですね、宇宙も少し部隊を出してルナ2で待ち構えるのではなくて敵を外で迎撃するという作戦にしてみました。これが吉と出るか凶と出るか、今後の展開がね、楽しみでもあり不安でもありというところですかね。さあでは北京に向けて部隊をね、じわじわと移動させていきます。で一応この先のことを考えてですね、ミレアでしっかり補給できるようにということでミレア部隊も連れてきてるんですけども、ミレアがですねちょっと足がやっぱり戦闘機爆撃機に比べると足が遅い部分もあって敵の追撃を受けているところがあるので、この追撃だけはですねなんとか振り切っておきたいなと思いますので、一部の部隊はミディアの護衛に当てたいと思います。それ以外の部隊は予定通り北京に向かってもらいましょう。フライマンタあたりがね敵人かなと思いますので、フライマンタあたりを出してここでちょっとでもね敵を食い止めておく、ミレアを襲わせないぞというねちょっとそういう体制を作っておきたいかなと思います。で一応ミレアの後ろ一番最後尾にもデブロックを配備してですね、直接ミレアが攻撃を受けないようなね、工夫というのもちょっと考えて、おきたいかなと思います。もうこれで北京攻略失敗してしまうとなるとですね、打つ手がないというか、皆さんからのアドバイスに頼らざるを得ないという状況にまたねなってこようかと思いますので、なんとかねちょっとそうならないように今回うまく攻略できればいいのかなというところですね。あとはこのビクトレー隊がどれだけ言ってもね入り込めるかっていうのも重要な要素にはなってくるかなと思います。できるだけ多くのビッグトレーを北京に送り届けたいので、そこがねうまく機能するようにという配慮もしていきたいところですよね。で今戦場になっていないオーストラリアトリントン基地、あとはイギリス、ベルファスト基地なんかもですね、敵がいつ攻めてきてもおかしくない状況ではありますので、周辺はね、ご覧のようにずらっとこう見ておいて、敵が迫ってきてないよねっていうね、確認はしておきましょうという話をしている、その最中に、どうだろう、潜水艦、ドップが攻撃空母が迫ってますね。防衛部隊ちょっと強化しておきましょう。フライマンってこれだけ用意しているので、大丈夫だと思うんですが、一応ねこの先敵がさらに増えてくるということもあろうかと思いますので、生産のラインに載せておきましょう。ビッグトレーは、大陸で使えるように
マドラス基地でこの後生産をね、行っていきたいと思います。さあここで我が軍もモビルスーツとモビルアーマードを研究開発ができるようになります。これ V 作戦使わなくてもね、20ターン経過とともにテムレイが提案してくる特別イベントになります。予算の投入をお願いします。でこの後一ターン後にですね、北京攻略発動できるようになりますので、北京に向けて部隊をねこのまま進撃続けていきたいと思います。を行わせてはいかがでしょうか。了解しました。本当にモビルスーツの脅威がとんでもないことになっているので、なんとかここで、かいくぐって、いきたいなと思います。さあ北京に肉薄してきました。北京の戦力はですね決して多くないです。これだったら落とせるっていうぐらいの部隊数に防衛力8という戦力ですね、輸送されてくる戦力が、当然出てくるとは思うんですけど、敵ですね、それでもかなり有利に部隊を展開できるんじゃないかなと思いますので、ここは犠牲を覚悟でですね一部の部隊は足止めに使います。こういうところにねしっかり配置をして、敵が北京に戻ってきづらい環境というものをね、作っておきたいと思います。多少のね犠牲を覚悟の上でも、ここはこのチャンスを生かせるようにおとり部隊を使って敵を足止めしておきましょう。ミディアの護衛作戦もねうまくいってますね。ここまでのところなんとかミディアも持ちこたえてくれているという状況です。では破られた壁を再び補修していきます。ここはもういくら戦闘機があっても足りないというね、自転車操業的に生産を行っているところになります。でミスをするととっても面倒くさいことになるので、ちゃんとね壁が作り直されているかどうかという確認をした後にターンを進めていきましょう。ちょっと偏見艦長が危なそうですね。ビクトレー乗ってもらってるんですけども、ようやく撃破できたようだな。ビクトレー、偏見艦長のビクトレーだけ北京に侵入迫ることなく撃破されてしまう可能性がありそうです。ただ残りのビクトレー隊は北京に向けて進撃を行っているので、このままビクトレーが北京に入ってくれれば十分に攻略できるのかなというふうに思います。さあこれで北京攻略作戦が発動できます。モビルスーツに対抗する手段を手に入れたことによって我が軍はまずは天領北京を全力で取りに行きましょう。攻略作戦を提案します。早速北京攻略作戦発動します。さあでは北京に侵入していきましょう。この時を待ってましたからね。全部隊突入していきます。ただ敵の増援に侵入されると厄介なんで、敵の増援が入ってこないようにだけ気をつけてね置きたいかなと思います。なのでこの包囲網というのは維持したままですね、残りの全部隊を突入ですね。火力を生かすためにできるだけ一方向からの侵入ということにしていきたいと思います。マドラス基地がよく敵をね引きつけてくれましたよね。もちろんジャブロンもそうなんですけど、敵をしっかり、これでもかというぐらいにね引きつけてくれたおかげで北京がかなり手薄ですね。この手薄な北京を攻略するのはそんなに難しいことではないんじゃないかなというふうに思いますので、ここはですね北京を一気に攻略しましょう。敵の部隊数4ですね。はい、ご覧のような形にしました。
ちょっと何機か余りを持たせておいて、まあ、2ターン3ターンとかかった場合にね、この包囲網の壁が突破されても補強できるように余裕を持たせて残りの全部隊を突入させました。これでなんとかね敵を攻略していきましょう。では北京攻略戦です。部隊数98投入です。できるだけ戦力を温存して次の戦いに備えたいので軍事拠点に侵入しました。戦力の温存というものを考えていきましょう。敵の部隊これはビッグトレイじゃなくてギャロップとあとモビルスーツが3機ですかね。それに防衛ユニットがいくつか。これは全中心地を狙いつつ敵の、まあ、拠点もね、潰していくっていう戦い方でいいのかなと思いますので、まあ、どっちに転んでもいいようにという対策を練っていきましょう。ドーンエスカルゴに関しては今回あまり使い道なさそうですね。なので連れてきたものの索敵要員っていう形にはなってしまいそうです。敵の潜水ユニットが全くいないという状況ですね。まあ、主力はデブロックなので特に問題はないですが、まあそういう状況だというのはね念頭に入れておきましょう。あと注意しなきゃいけないのが、61式の戦車ですね。これがですね、まあ、数はあまり多くない上に唯一占領できるユニットなので、これが前期仮に撃破されてしまうとですね、事実上攻略するには全部隊破壊をしなきゃいけないということになりますので、まあ、あの注意点としてはできるだけ61式の戦車が撃破されないようにですね、航空戦力で先に露払いをしておく、敵の戦力を削っておくというのはできるだけ徹底したいと思います。このターンでの攻略は難しいかもしれないんですが、できればですね、まあ、前期撃破の方が早いかなと思いますので、前期撃破を目指していきましょう。ビッグトレイが早く到着できればその分火力が出るようになるので、まあ、ビッグトレイをいかにスムーズにね運搬できるかっていうのが一つキーになるかなと思います。まあ、ただ山道なので時間はかかりそうかな。ヤザンジョニー・ライデン専用機、ジョニー・ライデンは乗ってなかったですけどね、倒してくれましたね。ギャロップも撃破。敵の残りのユニット数はモビルスーツが2ですね。あとはまあ砲台とかがありますが、それらもうまく削っていけばこのターンでの攻略もできるかな。ちょっと見えてきましたね。敵のモビルスーツがあと2、砲台が、まあ、レーダー含めて2と残り4という状況になりましたので、ちょっとここはこのターンでの攻略というのをねちょっと視野に入れましょう。このターンで攻略するには少なくてもですね、戦車で占領全部するというのは現実的ではないので、戦車をうまく使って攻撃を行って、できるだけ航空機で敵のモビルスーツを狙いましょう。しかも強いユニットはやっぱり使いたいので、そうなるとヤザンとかねこういうユニットを投入していきたいですよね。レーダーが残り2つ、あとモビルスーツが1という状況になってます。まあ、万が一取り逃した時のためにビクトレイ部隊はこのまま前進をしてもらいます。これでうまく北京の攻略完了できればねいいですよね。まずはここデブロック合計12機でザッキャノとグフのフライトタイプ攻撃します。18機で撃破完了です。あとは61式戦車がレーダーを破壊してくれるかどうか。
そこにかかってきますね。はい、基地中心部の制圧も完了しました。敵部隊の反応はありません。北京の攻略完了になります。続いてハワイか。ハワイもこのまま北京にいる部隊を一気に送り込むっていうのがいいのかなと思いますので、北京を攻略した部隊でそのまま全力でハワイ攻略に向かいたいと思います。では新兵器の開発プラン確認しておきましょう。コアトラックですね。あとはコアファイター、まあコアファイターも正直あまり作る価値はなさそうですけどね。なんとか車両扱いになっているガンタンク2、これのね生産ができるように頑張っていきたいというふうに思いますが、今回はねここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。